第33回今回はビールということでやりました。普段からお酒飲むっていう人、ビールも飲むっていう人、なるほどなるほど。今回はビールと発泡酒ということなので、違うんですが、最近ね、発泡酒はすごいクオリティが高いっていう声も聞きますしね、まあ、しかも今回はセブンのなんか評判のいいやつを飲んだんであれなんですが、自信があるっていう人はどれがいますか？俺結構自信ある。すごいなるほど、なるほど。じゃあ答えを分けるというか言いましょう。今回第33回はですね、全員 A でした。わがままだな。割れないと割れないでわがままだな。全員 A ということになりました。久々ですね、全員一致。久々ですね、まあ、これもガチやってるがゆえのあれなんですが、全員が A ということになりました。ではじゃあ早速答えを。これもし違ったら、これにサントリーの工場燃やしに行きましょう。燃やしに行きましょう。これもし全員違ったら、違ったら相当美味しいわけですよ。発泡酒すごいって話になるよね。そうそう、そう、もう、もう、もう、それで生地1本かけるぐらい。みんな外しましたもんね。はい。はい、回全員外れってないよね。一回あります、一回あります。かまぼこ？あ、かまぼこは俺がやった。ああ、違う。すげえかまぼこにすがってる。俺しか当てたらないんですよ。はい、あれ、これで。はい、そうです。一人勝ちっていうのはね。はい。正解は、はい、A でした。はい、やっぱ違いましたね、うん、やっぱ違いましたね、うん、でもだいぶ違う。アヒル猫ちゃんと確かに、ね、この3人で迷ってた、うん、でアヒル猫ちゃんは味の系統が同じだとかなんか言い始めて、うんうんうん、ちょっと同じでしょ、確かにベクトルは同じだよ、うん、あ違う同じでしょ、同じでしょ、もうどんな瞬間違ったよね、なんかそうですね、これギアが違うかな、もしかしたら逆に飲んだら、あ、ちょっとあれが迷ったかもしれないけど、まあでも違ったんでね、うんうん、はい、じゃあ、33回は波乱を傷というか、ね、順位もあれですが、すげえわがままですね。負けると悔しいくせになんか当てても他の人よ、俺らの方が負けたら、ここ今最下位争いなんだよね。はい、じゃあ今日はじゃあビール好きなアヒル猫ちゃん、じゃあ一言言って終わりましょう。いや、いいですよ、それは。じゃあ、ルネサンスって言って終わってください。持ちネタ。ルネサンスって言って終わってください。これ、あ、じゃあ、ビール用意しましょうか。もしくは、ビール最高で。ルネサンスで。樋口カッターでもいいよ。樋口カッターでもいいよ。はい。はい。ルネサンス！はい、じゃあ33回こういうことで終わりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや